はようございます。釣れない釣りログの秋です。今日はどこへ行こうか、そうやって始まる贅沢な朝です。宮古島の朝は穏やかで、今日は少し青空も見えるようです。今日もまた自転車に乗って新しい景色を見に行きたいと思います。昨日コーラを購入した売店を横目に、海の方へと向かって進んでいきます。こんなに贅沢なこの場所で早速釣りをさせていただきます。まず試してみるのはこちらのジグヘッド。楽しそうだなとは思っていたものの、なかなか挑戦してこなかった釣りの一つです。つけていくのはこちらパワー磯目です。早速やっていきます。とりあえず適当に投げてみます。何度か投げてみて気がついたのですが、私の投げたジグヘッドは全然飛んでいません。もっと遠くに飛ばすためにブラクリを投げてみることに。皆さんここで波打ち際にご注目ください。どうやら何かが追ってきていたようです。
謎のお魚に追われて一人大興奮しながら慌ててキャストしていきます。しばらく試してみたのですが反応がないので小さなルアーをつけて投げてみることに。適当に投げて海に落とし巻こうと思った瞬間何かがヒットしました。何かを釣り上げることができました。ルアーを投げてみて早々のヒットに、そして見たことのないお魚の訪問に焦ります。この悪そうな目、ギザギザの歯、どう猛に食らいついてくる性格、エソというお魚で間違いないでしょうか。記念すべきサーフルアーでの初フィッシュ、釣れてくれて本当に嬉しかったです。今度は岩の方を狙ってみたり、ダイソールアーに変えてみたり、ここでまさかの手作りブラクリの登場です。自宅でつけてきたサバエサをつけて投げて置いておくことにします。糸を巻いてみると異変を感じます。どうやら何かがついているようです。バレないように巻き上げてみます。すると中の手作りブラクリにサバの塩漬けで何かが釣れてくれました。こちらのお魚は一体誰なのでしょう。こちらもメッキの一種なのでしょうか。昨日のことは少し違うような気がします。美味しそうな子でしたが今日はこれから移動するのでリリースさせていただきました。
その後バスの時間が迫っていたので、こちらの砂浜を後にします。本当に贅沢な時間でした。宿のお母さんに別れを告げ、次なる目的地へと進みます。バスに乗り込んだら車窓の旅が始まります。今日の動画も最後まで見ていただきありがとうございました。美しい海と波の音、流れている穏やかな時間が画面を通して皆様にも伝わってくれていたらとっても嬉しく思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。釣れない釣りログ秋。